こんにちは。こんにちは。ケリー先生のエンジョイレフのコーナーです。ケリー先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回のエンジョイレフは、エミ先生、どんなことするんですか？はい、今回はもう暖かくなってきたので、家族や親戚が集まった時、またお友達とたくさん体を動かしたり、お家の中でも楽しく遊ぶレクリエーションを皆さんと遊びたいと思います。じゃあ手に一番を持ってますが、まずはタラマン君とうちわバレーっていう遊びを皆さんに紹介したいと思います。ちょっと見ててね。じゃあタラマン君、お願いします。手をこのようにつなぎます。いいですか？2人の距離、これより近づかないようにした方が危険がないよ。ではこの姿勢から、このうちわを使ってバレエを行っていきます。じゃあやってみようか。回数は、カウントの仕方は1って往復で1回、2って2人が成功したらカウントを重ねることができるよ。2分間で何回打つことができるか、何回も何回もやり直しできるからね。一番長く続いたのが皆さんの記録になります。今日は親戚一同集まりました。楽しくやろうね。じゃあカラマン君、やってみようか。近づかないのはダメだ、近づくのはダメだけど、離れるのは OK だからね。レッツゴー。1 2変な風に打っちゃったっていうことで、今のは2回、2分間のうちは何回もつけるからね。じゃあ始めてみたいと思います。うちわバレースタート。まだまだ時間はあるよ。すごいすごい、今のところリンクワンすごいよ。お、カラマンくんもすごい上手。30秒経過。近づくのが、近づきすぎないようにね。並んでください。リンク2、リンク3、リンク4、優勝はリンク1です。80回以上、すごい。じゃあ上手にできたコツは何ですか？そうです。じゃあ大きな拍手を。リンクファミリー親戚一同頑張りました。このように誰とでも気軽にいつでもできるのがこのうちわバレーです。皆さんもやってみてくださいね。じゃあ次のゲームに行きたいと思います。もうひとひねり頭を使いたいと思いますよ。親戚が集まるっていいね。じゃあみんなこっち向いて。リンクの家族親戚一同、これは何ですか？洗濯バサミ。そうなんです。どこのお家にもある洗濯バサミを使って、洗濯バサミタワーゲームっていうのをやりたいんです。タワーっていうと背の高さ、どんな風に想像する？
そうだよね。高いよね。ぜっしゃありがとうございます。この上にたくさんたくさんペアで協力して重ねていってもらいたいの。高さが高いチームが優勝だからね。いい？洗濯バサミタワー位置についてよーいスタート。あ、1個ずつですのよね、お約束。1個ずつ。もういいの始まってるよ。もうおちょこちょいのチームがあるね。面白いね。パワーだからさ。30秒経過。すごい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 。あー、倒れちゃったらアウトなんだよ。そう、もう倒れちゃったらアウトだよ。さっきのお話聞いてないね。あと10秒だよ。頑張れ頑張れ。3、2、1、ストップ。手を離して頭の上。あリンク4アウト。リンク1チーム優勝。カラワン君が一生懸命立て直しましたが、なんとなく倒れちゃったんだよね。面白いでしょ。意外と単純なものがゲームとして面白かったりするんですよね。もう一回したいです。もう一回、もう一回。じゃあさっきはリンク1が優勝したから、2も3も4も頑張ってね。はい。では仲良しリンクチーム、洗濯バサミタワーの始まり始まり。1分間一本勝負だよ。位置についてよーいスタート。さあ、カラマン君はちょっとお手手がね、なかなかね、掴むの難しいから、おまけしちゃう。高さと安定感、両方頑張ってくださいね。30秒経過。倒れないように、なんかバランスが。10秒、高さ。5、4、3、2、1、ストップ。はい、手を離して。もう君たちはもう言わないね。私たちを見るからね。めぐちゃん、ワン君、ちょっと手離してみてよ、せーの。みんなやったぞ。なんと優勝リンク4。最後は豚の尻尾っていう遊びをしたいと思います。どこにでもあるトランプの倍ぐらいある大きさのトランプを今日持ってきたよ。これを使ってみんなで豚の尻尾をやります。まずはよくチームごとでこれを混ぜてください。混ぜてください。しっかり混ぜて。しっかり見えないように混ぜてね。はい、しっかりよ、混ぜて混ぜて。トランプはね、切るって言うんだよ。トランプをよく切ってください。そうそうそう、上手ですね。大きいけどやりにくいけどね。褒めるとちょっとね、ちょっとね、ちょっとね。はい、じゃあ、エミ先生がもらうよ。もういいよっていう時にください。ねえ、難しいでしょ。OK、トランプよく切りましたか。はい、みんながよく切ってくれたトランプをこのテーブルに合わせてこうやって広げていってください。丸くよ、丸くよ。はい、きれいに取りやすいように広げます。そう、じゃあ各チーム先と後と先行後攻決めてください。1、2、3、4って回していくので、はい、一番最初にする人と
あとの低い人と決めた。はい。OK？ じゃあトランプの色って何色と何色がありますか？カードの色だよ。せーの。赤白。惜しい。惜しい。せーの。黒。外側は白だもんね。でもね、カードの番号はね、赤と黒になっております。いいのよ。ね。なんかこの辺ちょっと触らないでね、ちょっとね、お願いしますよ、カラバン君。なんか見た？今、見ちゃダメでしょ？カラバン君、ちょっ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 。では、エミ先生が最初に、せーの、ドン。赤が出ました。はい、この上に赤は置けないの。赤、黒だったらセーフなの。赤を取ったの。ね、もし乗せちゃったチームは、もらわなきゃいけないの。最後にいっぱい手元にトランプがあるチーム負けなの。でも中にジョーカーっていうのがあって、ジョーカーは自分の好きな色に変身するんだよ。だからそれもチャンスだからね、頑張ってくださいね。豚の尻尾っていう遊びです。それでは1番と4番とじゃんけんして回し順番を決めたいと思います。最初はグーじゃんけんぽん。じゃあ1番から回っていきます。では、どうぞ。いきますよ。せーの。1番。ブー。カラバン君、ブー。じゃあ、エミ先生、いきます。じゃあ、エルミちゃんよ。とっても悲しいな。とっても悲しい。なんか手が立ったんじゃない？赤はアウトなんだよ。黒アウトだからね。いっぱい手元に残ったチームは負けちゃうんだから頑張って。4番どうぞ。チームは勝ちです。10枚です。何枚？16枚です。よかった。1枚さん、1枚さん、はい、10枚です。10なのです。ということで、豚の尻尾、赤かな黒かな、勝負は楽しい楽しい楽しい3連勝、 3勝かね。みんな今日はどうだった？楽しかった。親戚でもお友達同士でも家族でも楽しめるレクリエーション、お家でも外でも、まあね、バレーなんかは外でやってもね、楽しいよ、ね、芝生なんかだったら割れにくいしね、風船もね、みんなで遊んでみてね、そして春を満喫してください。今日のレクリエーションコーナーはこれでおしまいです。バイバイ。またねー。バイバイ。